チャンネル登録者5000万人突破ありがとうございます。カメハメハかと思ったらね、カメハメソードでした。はい、カメカメハ、カメハメハソードでした。つまんな、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 満場一致死刑ということでね、つまんなすぎて死刑になってしまいました。やっぱりこれからちょっとね、面白くなって、死刑を回避していこうと思いますね。はい、これからね、死刑を回避してもっともっと面白いこと言ってね、その死刑にならないように頑張っていこうと思います。ということでね、チャンネル登録者ね、5000万人突破しました。チャンネル登録者がね、もう5000万人突破して、やっぱその1000万人突破した時からね、ちょっと時間空いちゃったんですけど、まあ、時間空いてて2000万人、3000万人、4000万人の感謝の気持ちはどこ行ったってね、めんどくさいのでやってません。まあ5000万人もちょっとやりたくないんですよね、言うてね。やっぱ桁10の時って桁が上がらないと やらないっていうのは嘘です。まあね、ちょっとこれから5000万人もね、すごいね、数字を軽視してるっていうか、まあ別に、もしなんか勢いが落ちてきて祝えなくなったら、ね、祝わないかもしれませんが、祝えなくなったら、なんだろうね、勢いが落ちてきて、チャンネル登録者数の勢いが落ちてきて、増える勢いが落ちてきて、そのね、だったらね、ちょっとちょびちょびやっていくかもしれない。これをね、まあ、5000万人突破したと。まあ1000万人の5倍です。はい。まあ、1000万人の5倍ってことは、5000万人、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 万人ってことでね、この人もね、この人が生前のね、あの最後の、あの、遺言のような動画となっています。この人はね、未来予知にて先に死刑されておりました。はい。で、その瞬間にこの映像を残して死んできましたんでね。うん。まあね、やっぱつまらないは罪ということで、ちょっと恐ろしい世界に迷い込んでしまいました。いや、でもね、チャンネル登録者5000万人いってよかったのかな、わかりませんが、これからもね、5000万人以上頑張っていきたいと思います。まあ5000万人以上頑張ったところで、まあ、どうなるかわからないんですけど、これからもね、喋りたい時に喋ったり、やりたいものを やったり、嫌なことをしなかったり、ね、寝たい時に寝たりしたいと思います。食べたい時に美味しいもの、美味しいものを食べたい時に美味しいものを食べたいと思います。ということでね、はじまん決勝5000万人でしたって言おうかなと思ったけど、やっぱ5000万票は必要だよな、5000万人登録だからって。いや、クソクソ理論じゃん、やめてくれよ本当に、そんなこと言うの、おもろない、おもろないって俺が言ってんの世界で一番つまらないです、ごめんなさい。今俺実は腕組んでるんですよね。うわ、わかりやすっ、明らかに俺腕組んでんじゃん、わかりやすっ。ということでね、まあね、チャンネル登録者5000万人突破したってことでね、まあ、5000万人突破したので、あの今ね、ちょっとね、危ないことを言いそうになったんですけど、やめときますね、危ないことを言うのが面白いみたいなね、そういうノリはね、俺の中では古いんでね、その俺の中ではっていうのが逆に皮肉になってるのかな、そんなもん古いんでって言っちゃったらさ、それをやってる人も全員もね、古いのってね、あの、悲しませちゃうので、俺の中では、俺の世界の中ではもう流行は廃れてますよねって言えばいいのかもしれない。俺の中の流行では廃れてるのになんで使っちゃったんだろうみたいな。ね。ちょっと流行った、そういう一発ギャグみたいのをなんか使った、急に使ってきてよ。だいぶスパン空いたよみたいな。そんな感じみたいになってますけど、どんな感じなんでしょうか。僕はそういう経験を一回もしたことがないです。ね、でもしたことはあります、別に今言うみたいな感じ、ね、でも一人の時です大抵、それは嘘です、いや一人の時だな、うん、誰かいる時はそんなこと言いません、僕は誰かいる時はね喋らないんですよ、それは嘘です、まあ、いっぱい喋りはしないってことですね。まあ、チャンネル登録者5000万人突破したということで、何でしょうかな、完全な球体作りに挑戦してみようかな。うん。完全な球体作りにちょっと挑戦してみようかなと思います。まあね。ちょっと完全な球体が作れるように、手軽に作れるようになってから作ります。
そこはおいおいって、ね、YouTuber はみんなが手軽にできなさそうなことをやっておうって思わせるのに、手軽になるまでやらないって、それは普通の人じゃん、普通の人じゃん。 YouTuber がやってんのを真似できる範囲の YouTuber がやってるものを真似する普通の人じゃん。それはもう YouTuber じゃないじゃん。だよね。じゃあ僕はもう YouTuber じゃなくていいですって言った瞬間にチャンネルバンされたら困りますね。 YouTube で動画投稿する人で、それ YouTuber なんじゃないですかみたいな。定義って難しいね。うん。いやでも YouTuber ってことも面白いよね。チューって入ってる時点で面白いって思ってんの。ダメだな。これつまんないその考え方だ。いやそうなのか。チューって入ってる時点で面白いって言ってるのは、でも面白いやつじゃないな。面白いやつこんなタラタラ喋るか。ひどっ。タラタラ喋って面白いこと言いたいんだよ。タラタラなのかこれは。長々と。まあね、チャンネル登録者がね5000万人いったということで、俺も5000万人になろうと思います。なのでチャンネル登録者は何人かな、うん、わかんない、250K人かな、わかんないや、まあ、すごい数になります。はい、すごい数になりましたということでね、次は目指せ1億人。まあ本当はここでいいですもんね、5000万飛んで1人とかね。まあ目指すは100億人ですよ。うん、あ違う、目指すは7000万人だ。7000万って響きが好きなんでね、あと2000万人で俺の目標としては7000万人到達できるんですね。俺の満足ポイントが近づいてきてる。行くっきゃないっしょということで、次で会いましょう。またね、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 またお会いしましょう。